タピオカティータピオカティーまたはタピオカミルクティーはミルクティーに大粒のタピオカパールを入れた台湾発祥の飲料タピオカパールをストローで吸い込む感覚と弾力のある食感を楽しめるのが特徴主に冷たくして飲むがホットのものもあるミルクティー以外にタピオカを入れる飲み物はタピオカドリンクと呼ぶ台湾をはじめ日本や中国韓国東南アジア諸国 北米、ハワイ、アフリカでも販売されている。中国語圏では、チンダマ、ナイチャ、または、ナミハナイチャという。台湾では、タピオカパールの直径が1センチメートル程度と大きいものを、ナミハナイチャと言い。普通サイズのは、チンダマ、ナイチャという。近年、逆に小さいサイズの、小チンダマも流行っている。北米では、バブルティー。 ブラックパールアイスティーなどの呼称が使われている。日本ではタピオカティーという呼称のほかタピオカミルクティー、またはタピオカドリンクとも呼ばれる。台湾、日本などでは TT ドリンクと呼ばれていたこともある。一般的には砂糖を多めに入れたミルク入り紅茶に大粒のブラックタピオカパールと氷を入れて混ぜ、タピオカパールの直径よりもわずかに太い体型のストローで飲む。 店や地域によっては、緑茶やウーロン茶でミルクティーを作ったり、熱帯の果物などを紅茶と一緒にミキサーにかけたり、温かくして飲んだりと様々なバリエーションがある。また、砕いたクッキーを浮かべその上にミントを乗せた盆栽タピオカミルクティーというものもある。台湾では持ち帰りしてもこぼれないようフィルムで密閉して客に渡すスタイルが一般的で、 中国でも台湾の方式が浸透している。台湾のチェーン店の多くは、自点の機械でタピオカを作っている。専門店では、甘さ、氷、ベースドリンク、タピオカなどのトッピングをカスタマイズする店などもある。台湾店商店のタピオカミルクティータピオカティーの発祥には2つの説がある。1つ目は1983年に台湾、台中市の喫茶店。 春水道のオーナーである流漢介が、清涼飲料水に対抗できるような中国茶として、誕生させたという説。二つ目は、台南市の喫茶店、漢林茶館のオーナーと総和が由来であるという説で、ある。この二点はいずれも、台湾でも当初はあまり評判は良くなかったが、次第に、メニューとして取り入れるところが、次々と現れ、登場からわずか10年程度で、 台湾の国民的な飲料の一つとなった。例えば2004年台湾政府が立法院で総額6108億台湾ドルの武器購買の予算案を通過させようとするとき、国防部の宣伝文句、全国民が毎週タピオカティーを一杯分ずつ節約すれば何とかなるから、やゆ的に同案を内茶軍港と呼ばれることもあるほど、台湾におけるタピオカティーは特別な地位となっている。 また、アメリカをはじめとした海外でもアジア系住民の多い、地域ではタピオカティーを提供する店が多い。日本では1990年代後半頃から、開花率やイージーウェイなど台湾チェーン店が進出してきたことにより、タピオカティーの知名度が一気に高まった。また、中華街の店頭で製造販売しているほか、2000年頃から、 コンビニエンスストアの棚にも並ぶようになった。マルダイ食品の子会社、あずみの食品工房が製造するチンシュナイチャーは2002年11月発売で、タピオカパールが食べやすいように太いストローがついている。学園祭で見ることもある。2008年にもブームとなった。2010年代の初めから、世界のタピオカミルクティーの店が日本に進出していった。 2018年から2019年にわたって流行しており、これは第三次タピオカブームと言われている。第三次ブームはタピオカがインスタ映えすること、台湾スイーツの人気、甘くないお茶と組み合わせたことが一因とする分析もある。タピオカドリンクは専門店、台湾スイーツの店以外の外食にも広まり、ミスタードーナツや大手回転寿司といった。 フランチャイズチェーンにも登場した。第三次ブームでは、紅茶以外に、緑茶、ウーロン茶、ほうじ茶とお茶のバリエーションの広がり、フルーツジューススムージーとお茶以外のドリンクの使用などが起こった。タピオカブームは飲み物以外にも波及し、タピオカミルクティー味のグミやチョコレート菓子などが販売された。しかし、この第三次ブームも2020年に入ると急速に終了し、 タピオカの輸入量が急減した。特に、2020年春には、新型コロナウイルス感染症の影響で、若者が集まる東京や大阪など都市部にも、緊急事態宣言が発令され、人々の外出自粛により、客足が激減し、ブームの発信地となった、東京の原宿でも多数の店が閉店している。タピオカを、お湯で茹でる。水を吸わせた場合は茹で時間が短くなる。 茹で上がったら冷水で締めくっつかないようにシロップに漬ける。タピオカとドリンクを合わせて完成。タピオカ粉だけでタピオカパールを作った場合無色なため黒タピオカはカラメル色素、炭松、黒糖を使って黒い色にしている。キャッサバで作ったタピオカは水中に長時間入れるとふやける。また戻したタピオカを空気中に放置すると乾燥してしまうためコンビニなどで 販売されるチルド飲料のタピオカドリンクでは、こんにゃく粉から作ったタピオカが使用される。若者言葉でタピオカドリンクを飲むことをタピルという。ウィキメディアコモンズにはタピオカティーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。